イエーイゴリラ。はい、道頓堀をご通行中の皆さん、こんばんは。スマイレージの中西香菜です。イエーイ。はい、日本一スカートの短いアイドルグループのスマイレージのメンバーの中西香菜なんですけど、スマイレージを知ってるっていう皆さん、手を振ってください。おー、ありがとうございます。ご通行中の皆さんも画面を見てください。おーい、スマイレージです。はい、じゃあスマイレージを知らないという皆さん、よく聞いてください。つんくさんプロデュースの女性アイドル集団、ハロープロジェクト所属の6人グループです。はい、それではまず1列目の真ん中の和田彩香さんなんですけど、和田彩香さんはスマイレージのリーダーですごく天然です。そしてその後ろの福田かのんさんなんですけど、福田かのんさんはすっごい面白くてみんなをいつも笑わせてくれます。そして2期メンバーなんですけど、2期メンバーは田村めいみちゃんが最年少でいつもぴょんぴょんしています。そして勝田里奈ちゃんなんですけど、笑顔がチャームポイントですごく学校が大好きな女の子です。そして竹内あかりちゃんなんですけど、ボーイッシュで野球が大好きです。はい、そして私中西香菜が大阪出身です。イエーイ。私と同じ大阪出身の方、手振って。おーい、おーい、おー、ありがとうございます。そこの方もおーい。はい、私はこの春高校生になったんですけど、6月4日、先週の6月4日で16歳になりました。イエーイ。はい、6月4日。はい、皆さんの中で6月生まれの方、6月生まれの方、ありがとうございます。イエーイ、イエーイ。はい、ということで、私スマイレージの中西香菜がなんで一人で喋ってるかと一言で言いますと、やったれちゃん大作戦です。これはなんでやねん、なんやねんこれは。はい、私が説明します。はい、やったれちゃん大作戦なんですけど、これはつんくさんから私中西香菜と、私中西香菜と竹内あかりちゃんが大阪でスマイリージという名前と、あとは7月3日発売のやったれちゃんというシングルを大阪で広めるっていうキャンペーンなんですけど、やったれちゃんっていうのは、やったれちゃんっていうのは日本を元気にしたりとか、あとはいろいろなことに挑戦するという人のことです。はい、そして今この画面を見てくださってる皆さんも、これは運命なんですけど、はい、私がスーパーやったれちゃんになれるように、今携帯を手元に持ってると思うんですけど、その携帯でブログとかツイッターとか、あのフェイスブックとかやってる方は、私大阪出身の中西香菜っていう子が、あの道頓堀のビジョンで、あの生放送やってるよとか、どしどし広めていってください。そして今私がどんなことをすればスーパーやったれちゃんになれるのかっていうのを、このハッシュタグやったれちゃんになろうっていうのをつけて、ぜひぜひツイートしてください。よろしくお願いします。はい、そしてさっきこの道頓堀で私がこの衣装で歩いていろいろ宣伝したり、ビラを配ったりとかいろいろしたんですけど、してました。イエーイ、私そこにいましたよ、そこ。イエーイ、画面を見てください皆さん、元気ですか。イエーイ、そこにいる方も皆さん、イエーイ。はい、私はこれまでやったれちゃん大作やったれちゃん大作戦でいろいろ CD ショップを回ったりだとか、あとはいろいろいろんな MBS さんとかいろいろなところで番組、テレビ局とか、テレビ局とかでご挨拶しに行ったりとかしてました。イエーイ。はい、お、ビラを持ってくださってる方もいます。イエーイ、ありがとうございます。さっき私ビラ配りしたりとかここでしてたんですけど、イエーイ、スマイレージです。そこの
3人組の皆さん、おーい、おーい、チラシありがとうございます、ありがとうございます、イエーイ、ありがとうございます。ほっ、人を持ち上げる。はい、今ですね、ここの下にあるハッシュタグなんですけど、このやったれちゃんになろうっていうのにハッシュタグをつけて、私がどんなことをすればスーパーやったれちゃんになれるのかっていうのを募集してるので、ぜひよろしくお願いします。ここです、お願いします。ほっ、皆さんジャンプしてください。いきますよ、せーの、ほい。ありがとうございます。いきますよ、せーの、ほい。ほい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 。皆さん、じゃあこの声が聞こえてるっていう方、手を、右手をピースにしてあげてください。イエーイ。あ、それではじゃあやったれちゃんのポーズがあるんですけど、皆さんやってください。頭をここにピースして飛んでください。一回、せーの、ほう。お、やったれちゃんポーズです。皆さんこれを流行らせてください。よろしくお願いします。じゃあ皆さんでハイタッチしましょう。いきますよ、イエーイ、イエーイ。イエーイ。はい、ということで、今からやったれちゃんという曲が7月3日に出るんですけど、その曲の紹介をしたいと思います。はい、やったれちゃんは大阪弁のセリフが入っていて、すっごいポジティブな曲で、この曲を聴いたらすっごいもうみんな、世界が元気になる、日本が全部元気になるような曲なので、ぜひ皆さん、ミュージックビデオも上がっているので見てください。よろしくお願いします。お願いします。皆さん、スマイルエイジを知ってるって方は手を挙げてください。お、ありがとうございます。それでは皆さんに今から質問したいと思います。私はゴリラが大好きなんですけど、ゴリラが大好きなんですけど、ゴリラがじゃあ大好きって方、手を挙げてください。お、やっぱり皆さんゴリラが大好きなんですね。イエーイ。じゃあいきますよ、じゃあ皆さん全員、じゃあせーのでジャンプしましょう。いきますよ、せーの、ほい。うわー、ありがとうございます。スマイルエイジの中西かなです。皆さん、ブログとかツイッターとかフェイスブックなどで、ぜひぜひスマイルエイジの中西かなという子がとんぼりビジョンで生放送で出てるよって、大阪出身の子が出てるよっていうのをぜひいろいろ広めていってください。よろしくお願いします。はい、今7月3日発売のやったれちゃんなんですけど、ミュージックビデオがもう出てるんですけど、そのミュージックビデオがもうめっちゃ面白くて、そのミュージックビデオを見てるだけで本当に勝手に笑顔になってしまうっていう、そういう楽しいミュージックビデオになってるので、皆さんぜひやったれちゃんって調べてミュージックビデオ見てください。見てください、皆さん。じゃあ見てくれるっていう方、手を挙げてください。見てくれるって方、イエーイ。じゃあやったれちゃん、ぜひよろしくお願いします。それではそろそろお別れの時間になってしまったんですけど、ここにたくさん見てくださってる方がいて、こうやってイエーイ、皆さんと一緒にこうやってジャンプしたりとかいろいろ遊ぶことができて、ほんまに楽しかったです。そして次回も17日の夜の6時からもぜひ、はい、次回も17日の夜の6時からもう私、中西かながこの同じようなこれをやらせていただくので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。皆さん一緒に遊びましょう、イエーイ。見に来てくれる人、来週嘘でもいいので丸を作ってください。丸、お、ありがとうございます、イエーイ、ありがとうございます。お、ありがとうございます。中西かなです、ありがとうございました。バイバーイ。